今回は N ゲージではなく叡山電車のグッズを2つ買ったので紹介したいと思います。まずはこちら。こちらはご注文はウサギですかブルーム×エーデンコラボレーションチケット1日乗車券特別入場券セットです。こちらは京阪の通販サイト eケネットマーケットで2500円で売っていました。中身はクリアファイルと切符のセット。まずはじゃあこっちの切符から見ていきましょう。表紙はこんな感じで、ご注文はウサギですかブルームの一番メインの絵というか公式サイトとかで使われているイラストですね。僕は叡山電車はあんまり知らないんですが、よくご中佐とかいろんなアニメとコラボしているイメージはありますね。ご中佐僕すごい好きなので今回買ってみました。で、中身はこんな感じ。台紙に入場券、そして1日フリー切符がついています。今年の10月31日まで実際に使える切符が入っています。入場券寄ってみるとこんな感じです。左から市原駅がシャロ、二軒茶屋駅がリゼ、出町柳駅がココア、修学院駅がチノ、そして痩せ比叡山口駅がチア、こちらのイラストが書かれています。で、1日フリー切符は5人がカラーで乗っています。この切符はなかなか使えないですよね。そして台紙の上部分には先ほどの5人に加えてマヤ、メグの2人が加わった7人の絵が載っています。いや、これはいいですね。で、裏表紙には痩せ比叡山口駅の駅舎と700系のご中佐ヘッドマークラッピング付きの車両、そしてココアとチノが書いてあります。ほんとコロナがなければ叡山電車も見に行ってみたいですが、なかなか今の時期は行けないのでこの切符だけ買って我慢します。で、こちらにはクリアファイルが付いています。このクリアファイルを開くと、内側にこうやって2つ入る場所がありますね。そして下の方にはシャロ、リゼ、チア、そしてメグ、マヤの絵が描いてあります。僕はこのメグとマヤがすごい好きなのでこの2人の切符も欲しかったですね。そして裏側には先ほどの台紙に描いてあった絵と一緒な立ち絵が描かれています。そしてこのクリアファイルにこれを挟むと叡山電車とかいろんな花柄とかがあるこの枠がついた状態になります。もちろんこれはもう使わずにこのまま取っときますが、叡山電車は今市原駅と蔵前駅の間で土砂災害の影響で運休していたり、コロナで観光客とかが減っていて大変だと思うので、叡山電鉄に限らずいろんな地方施設もこうやってグッズを通販で売ってくれたら買って支援になればいいなと思ってます。そしてこちらもう一つ買ったのはプラレールの KF04 叡山電車比叡です。こちらは他のものを買うついでに Amazon で買いました。叡山電車のこと調べ始めたらなんかハマってしまって持ってなかったので買いました。こちらは2018年の10月に発売された商品です。叡山電車比叡は出町柳駅から痩せ比叡山口駅を結ぶ観光列車として走っている車両で、新車ではなく既存のデオ732を改造した車両です。この顔すごいですよね。最初見た時は正直ちょっと気持ち悪いなと思ったんですが、見慣れると結構かっこいいというか、かなり斬新な形をしてますよね。そしてここには車両が見えていて、上側はこんな感じ。ここに比叡と書いてありますね。で、裏側は説明だけですね。いや、プラレールなんか久しぶりに開けますね。もちろん動画では3年ぶりですが、プラレール買う自体去年の8月にウエストエクスプレス銀河とか買った時ぶりかな。それでは開けましょう。さあ、どんなかな。よいしょ。おお、すごい。結構色が綺麗ですね。それでは箱から出してみます。よいしょ。おお、すごい。そして車両以外にプラ列車カードと説明書が入ってますね。プラ列車カードには比叡の説明が書いてあります。神秘的な雰囲気や時空を超えたダイナミズムを表現していますって書いてありますね。よくわからん。まず前面から、比叡の特徴的なこの楕円形は再現されていますが、これは仕方ないですが、プラレール自体が割と横長なのでここのスペースが結構空いてますね。なので実物のようなスタイリッシュ感はちょっとないかもしれないです。でもこの立体感というか、この丸い部分がちゃんと再現されててすごいですね。横から見てもこうやって前面の丸い出っ張りがすごい分かりやすいですね。そのまま側面を見るとこんな感じ。この丸い窓がすごいですよね。とても改造車とは思えないこの見た目ですが、金色の装飾は全て印刷になっています。小さい私鉄の車両にしてはかなり精巧に作られています。もともとの700系にあるこういう傾斜というかくの字になっている前面も再現されています。そして後ろ側、こちらはちゃんとテールライトが印刷で再現されています。実物は連結しませんが、もちろんプラレールなので連結器がついています。反対の側面も作りは一緒ですね。いや、すごいなこれ。
特別比叡が好きとかではなくて、もう正直ノリで買ったんですけど、これプラレールとしてはかなり出来がいいですね。思った以上の出来でびっくりしました。 Amazon で700円ぐらいなので、これはかなりおすすめですね。屋根を見るのを忘れてました。ここにパンタグラフがついていて、クーラーがあります。この屋根とかは700系そのままらしいですが、パンタグラフの作りとかは若干甘い感じはありますが、そんなに気にならないかな。いや、ほんと久しぶりにプラレール開けましたけど、すごいこれいいですね。またプラレール買っちゃいそうですね。それではこちらを最後に走らせて終わりたいと思います。よければ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。